今日のランチはのどぐろの煮付け、白身魚のフライ。白身魚のフライにしようかな。こんにちは。いらっしゃい。白身魚のフライ。はい、お願いします。こっちあれですね、日帰りのランチはお魚が割と多いですね。私好きだからいいんだけど。そうですね、大体お魚が主体。刺身はいつもあるんですよね。刺身は大抵してます。漬物はたくあんとナスビのとこ漬けがあるけど。じゃあナスビお願いします。小鉢が盛りだくさんじゃないですか。盛りだくさんだけど、メニューをいろいろ考えるのが頭が痛い。ちょっと聞いた噂ですけど、はい、小鉢の方がね、メインの食材よりも原価が高いという噂を聞いたんですけど。時々あります。僕はもう小鉢だけでご飯いっぱい食べれそうですよ。うちの娘メニューによってはね、小鉢をメインディッシュにしたり。好きなのがあった時はいつも違いますよね、小鉢がね。そうですね、常連さんが多いとね、飽きないようにやっぱり変えていくわけですね。考えてるんです、やっぱり。なるほど。夜は居酒屋ですよね。一応6時からです。夜は僕ご飯が食べたいけど、ご飯って夜はあんまりないんです。いや、単品でよかったらあるんですか。その定食っていう形は取らないんですけど、単品でいろいろ一品をおかずにしながら。ランチはご飯の時と麺だけの時になるんですよ。水曜日が一応もう水曜日はだから定食はご飯なしの麺だけ。麺だけ。麺は他の日は、他の日はだから麺は水曜、木曜、金曜。水曜、金曜は麺の日。麺の日っていうか麺と定食。今日の小鉢、これ春雨です。あ、春雨。白菜と春雨と豚肉で。それともう一つがほうれん草とえのきのおひたし。あ、えのきね、おひたし。細いなんかお土産で買ってきたか、かまぼこみたいな。それとおこうこがナスのやつを今日私の注文ですね。ナスのところですね、はい。はい、サービス品あるときはあります。あ、そうですか。